はい、皆さんおはようございます。6月26日朝7時半です。7時半って結構遅いですよね、いつもより。実はですね、今朝は朝から妻と釣りに行っておりまして、全然釣れませんでした。ちっちゃい魚が3匹ぐらいしか釣れませんで、残念ながら、こんなに出発が遅くなってしまったわけです。で、そんな時間まで釣りをしていたせいで、カメラマンは同行しておりません。今日は寂しく、撮ってまいりたいかなと。いつものカモメ団地に、海猫団地です。海猫団地に向かいます。はい、なんかいますよ、なんかいますよ。アザラシかなと思ったんだけど、イルカでもないし、やっぱりアザラシですかね。気を取り直して海猫団地にやってまいりました。うわ、毎日のことですが、すごいな、数が。ちょっとますます子供が路上に出ています。路上に出ています。海猫のヒナが路上に出ています。路上で私を先導するかのように走ってますが、ほらほら、危ない危ない危ないよ危ないよ。茂みに入んないと、茂みに入んなさい、茂みに。危ないでちゅよ。ほら、そんなアスファルト走っちゃ危険だ、危険、危険。もうじゃあ、こっちも止まります。一生懸命逃げてる。けど、一方方向にしか逃げられない。どうしよう。うわ、後ろにもこんな溜まってきてるし。あっちの子まだ逃げてるし。困った。これ以上走れないじゃないですか。進みが鈍くなった。ウミネコの巣立ちを皆さんにお見せする時が来たかもしれません。先ほど路上で見ましたが、一部巣立ちが始まりました。厳しい厳しい野生の奥であります。ほら、もうとうとうこんなに大きくなりましたよ。この1ヶ月でものすごく成長したのが分かっていただけると思います。彼らはもうじき巣立ちを迎えます。そしてその巣立ちをした瞬間から、親にも頼ることは許されません。親に寄っていって餌をねだると逆に疲れる場面を我々は見ることになります。親はもう子供を子供と認識できなくなって、ただの自分のテリトリーを犯す相手としてつつくんだというふうに専門のガイドしている方に聞きました、今堀さんに。しかしですね、私はひょっとして
鳥が心を鬼にしてやっているんだとしたら、これは人間より鳥の方が生物として優れているんじゃないかと、そのようにすら思いました。曲がりませんからね、鳥の心の中では。もしも鳥が十分自分の子供と認識しつつも、あえて厳しくしているなら、それは人間よりも鳥の方が優れた愛情を持っているということになりはしませんか。私はそんな気がしています。こちらは巣立ちにはまだ見えます。早めに生まれたヒナはどうやら巣立ちが始まりましたね。だんだん親が餌やらなくなるんですよ。そして自力で、この後ウミネコたちは手売り島を去っていきます。その時に一緒に旅を、大人と一緒に旅をできるものだけが生き残ることができるのです。いつまでもここに留まっていたり、すれば当然個体孤児になってしまうと、カラスなどの餌食ですから、群れと一緒に行動しない限り生き残ることはできません。その巣立ちを、独り立ちを一刻も早く促すために、親は子供たちに辛く当たります。この後、あんまり見たくないんですけどね、そこの場合は。大人にヒナがつつかれる場面を我々は目撃することになります。それでもヒナは逃げずに、ひたすら最初のうち大人に、大人というか親ですよね、親に餌をくださいと行くんですよね。でもくれません。そしてつつかれ追い返されます。もう羽ばたきの練習が始まってますね。もうほとんど飛べると思います、これらの。そうなると、もう自分でやりなさいという形で親は突き放します。まだギリギリ餌もらって出ますね。そういう答えもいるようです、はい、26日の様子です。まだたった今から巣立ちが始まりそうということでもないようです。
全部ではありません。当然個体ごとに育ちのスピードが違いますので、いよいよそのほらもうこれ飛べるでしょう。このまあね、いよいよ季節が移って巣立ちの時期を迎えそうです。これから7月にかけてはウミネコの巣立ちのシーズンになります。皆さん辛いですが、ここまで来たからには私と一緒に見ていただきたいと思います。ここのヒナはもう巣立ってますね。どうやら今見ましたか、あっち行けと。疲れてるんですよ、ウミネコのヒナが。ウミネコにこれね、いじめてるんじゃないんですよ。一刻も早く独り立ちするように追い払ってるんです、親が。教育ですよね。でこれどこに親だって書いてあるんだって、私視聴者の方に聞かれそうなのでお答えしておきますと、ヒナの方がねそこまで逃げないんだよね。赤の他人だったらすぐパッと逃げりゃ済むことじゃないですか、ヒナの側がね。だけどね、ヒナの側が逃げないんですよ。でほらヒナの側が、ね、逃げない、むしろ寄っていくんですよ。そしてわざわざつつかれる。それを繰り返しているうちにとうとうヒナはもう寄らなくなります。あのヒナあたりが、巣立ちですね。もうこの辺りは、一人でいますもんね。それでは今日はあまり時間がないので、おーおー、ひなが飛んでいます。終わりのご挨拶をしようとしたらひなが飛びましたね。立派な若鳥へと成長していくことでしょう。お、自分の方から相手を威嚇することを覚えています。このひなはさっきのつつかれていたヒナとは別です。別のヒナです。それよりさらに大きいでしょう、こちらの方が、はい、立派に巣立っていっています。それでは皆さん、今日はちょっと早いですがここでお別れしたいと思います。まあ、まさに言ったら阿部師匠みたいな短い間でしたが、釣りをしてしまったので申し訳ありません。たくましいウミネコの、お、ヒナはどこかに行っちゃいましたね。ウミネコたちをバックにお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また動画でお会いしましょう。